オリン・ピーター・グローブスは、オーストラリア・キャンベーラにある、オーストラリア国立大学の自然人類学教授で、ある。1942年6月24日に、イングランドで生まれた。1963年に、ユニバーシティ・カレッジ・ロンドンで、理学志望を、1966年に、王立自由病院医学校で PhD を取得した。1966年から1973年まで、 カリフォルニア大学バークレー校、クイーン・エリザベス・カレージー、ケンブリッジ大学において、博士研究員とティーチングフェローを務めた。1974年に、オーストラリアに移住し、オーストラリア国立大学に在籍。2000年に、正式な教授に昇進した。2017年11月30日に逝去。主な研究対象は、人類の進化、猿。 哺乳類の分類、骨格分析、自然人類学、民族生物学、生物地理学であり、ケニア、タンザニア、ルワンダ、インド、イラン、中華人民共和国、インドネシア、スリランカ、コンゴ民主共和国で大規模なフィールドワークを行った。グローブズは、チェコの生物学教授であるブラティスラフ・マザックと共に、ホモイルガステルの命名者となった。2001年に、 優秀と評される著書であるプライメートタクソノミーをスミソニアン学術協会出版局から2011年11月にアングヤレイトタクソノミーをジョンズ・ホップキンス大学出版局より出版した。また、オーストラリア会議主義者協会の一員として会議主義に関する多くの論文や自身の研究対象に関する研究論文を発表した。さらに、創造論者や 反進カロン社と定期的に議論を行っていた。ありがとうございます。